コンカニ語は、インドヨーロッパ語族のインドアーリア語派に属するインドの言語である。1987年以来ゴア州の公用語であり、1992年以来インド憲法の第8不足言語の一つでもある。コンカン語、コーンカニー語、コーンクニー語とも呼ばれる。コンカニ語とは、コンカン地方の言語を意味する。コンカンは、現在のマハーラーシュトラ州、ゴア州、 カルナータカ州にわたる西部海岸地域を指す。マラーティー語のうち、この地域で話される方言をコンカ幹ン方言と呼ぶが、コンカにごとは別物である。コンカニ語は、ゴア州及び隣接するマハーラーシュトラ州、カルナータカ州、ケララ州で話される。マラーティー語に近く、マラーティー語の方言であるか、それとも独立した言語であるかはしばしば問題になる。 コンカニゴア社は多言語使用者の割合が非常に多く、1991年の国勢調査によれば74%に達する。これは、ゴア州以外に移住した人々の割合が多く、移住先で優勢な言語を話す必要があるためである。ゴア州でも学校教育は通常コンカニゴ以外の言語で行われる。ゴア州の中心地域は16世紀以来ポルトガルに支配され、 住民にはキリスト教徒が多い。また、ポルトガル語からの借用語の比率も高い。コンカニ語の方言は複雑で、出身地の他に宗教でも分かれる。16世紀にポルトガル人が現在のゴア州中心部を支配した時、ヒンドゥー教徒はキリスト教に改修するか、またはポルトガル支配地の外に移住しなければならなかった。このため、この地のキリスト教徒は、 古くからの方言を話すが、ヒンドゥー教徒は後に、周辺地域からやってきた人々であり、両者の交流が少なかったこともあって異なる方言を話している。ゴア州では、ヒンドゥー教徒の方言が事実上の標準語の位置を占める。カルガータカ州でも、キリスト教徒とヒンドゥー教徒は大きく異なる方言を話すが、その一方で、 カルガータカ州のヒンドゥー教徒の方言は、5話のキリスト教徒の南部方言に近い。この地のヒンドゥー教徒が16世紀にサシティ地域から移住してきたのに対し、キリスト教徒は北部から18世紀に移住してきたためである。カルガータカ州のヒンドゥー教徒の方言は、5末の田んぼ印が消滅しておらず、古い重心印が残るなど、最も保守的な要素を残している。 バラモンとそれ以外で代名詞や、イククルなどの動詞が異なる。この違いは、ヒンドゥー教徒だけでなく、キリスト教徒にも存在する。ISO639 から3では、コンカニ語を、マクロランゲージとし、以下の2つに分ける。コア州では、デーバナーガリーで書かれた、コンカニ語が、公用語とされている。ヒンドゥー教徒はデーバナーガリーで、キリスト教徒はポルトガル語風のラテンアルファベットで、 コンカニ語を表記する。インドの諸言語のうち、コンカニ語はラテンアルファベットによる表記が確立している珍しい言語である。ソリュジタ音はシーン字を重ねることで表され、YNH と記す。カルナータカ州ではデーバナーガリー、またはカンナダ文字で表記する。ケララ州ではかつてマラヤーラム文字でコンカニ語を表記していたが、現在はデーバナーガリーで表記する。 16世紀に、ゴア中心地を支配した、ポルトガル人は、コンカニ語をカンカガム、またはコネリムと呼んだ。後者は、カンナダ語を意味したが、誤解であることが分かった後もこの語は長く使われた。当初、ポルトガル人は、キリスト教の布教のために、コンカニ語を積極的に利用し、17世紀初めには、コンカニ語の文法書や辞典、カテキズムの翻訳などが出版された。 天地創造からキリストの生涯までを因文で記したクリスタプラーナという書物も編纂された。しかし、異端神門の影響で1684年にはキリスト教の布教にはポルトガル語のみが使用されるようになり、コンカニ語の使用は禁止された。当初ポルトガル人はヒンドゥー教を禁止したため、隣接する州に多くの人口が流出した。これらの州には オランダの影響が強く、アムステルダムで1678年に出版された、ホートス・インデカス・マレバリカスというケララ州のマラバール海岸の植物学に関する著作には、この地に移住したヒンドゥー教徒が、コンカニ語で書いた植物の一覧が載せられた。これは、歴史上デーバ・ナーガディで書かれた最初の印刷物である。一方、ゴア州のヒンドゥー教徒は、コンカニ語を交語として飲み捉え、 書くときには、マラーティー語を使用した。その後、長い間、コンカニ語は、口語としてのみ使われたが、19世紀末になると、コンカニ語の雑誌が出現するようになった。日本では、飛べさねゆきによる、コンカニ語入門が、大流社より1993年に、出版されているが、この著者はこの言語の専門家ではなく、専門家による信頼できる文献は未だ。 出版されていない。ありがとうございます。